敵です。さっきぶりありがとう。ごめんなさい、さっきはあんなにご心配をかけて。もう本当に強くなったので、最終枠頑張る。ありがとう、本当に頑張る。なんか本当に頑張ります。何回も言うんですけど、なんかさっきは本当になんかみんなに心配をかけてしまったんですけど、本当に強くなりました。和弘さんありがとう、ありがとう、ありが、熊田はありがとうね。本当に皆さんのことが大好きで、本当にみんなを悪く言ってる人を許せなくて、本当に涙が出てきちゃったんですけど、もうね、みんなは、私は、私とね、みんながもう楽しく笑顔で終われたらいいなって私は本当に思ってるので、私は本当に大丈夫だよ。ありがとね。ありがとね、和弘さん。ありがとう、熊田は2つありがとうね。みんなありがとう、ありがとう、ありがとう。でも本当に最後まで気が抜けないので頑張ります。何時まで？8時まで。あ、書いとくね。19時59分。金のだるま、ありがとう。金のタコ、ありがとう。頑張る。さっきは終わってからね、いっぱい同期から心配っていうか、大丈夫だよってメールが来て、本当に私は素敵な同期に素敵な同期の元でアイドルをしているなって改めて思いました。レインボースターありがとう、ありがとう。そう、さっきはねライトつけなかったんですけど、ライトつけたね。えありがとう、本当にみーさん、くまたわー、ありがとう。最後まで私は諦めない。そう、今日はね歌を歌います。ララララララ、歌を歌います。ベレー帽可愛いですか、ありがとう。な、多分アイテム俺言えてない気がする、ちょっと待ってな。そう、でも残り5分がね、そう、勝負の時間ということで、残り5分になったら私は、そうだな、何をしようかな。ありがとうレインボースター、みんなハート、金のだるまありがとう。あ、近藤和弘さんまた送ってくれてありがとう、嬉しい、ありがとう。くまたはスクショしますね。あ、そうだそうだ、あのね、お礼配信をいつしようかなって思ってて、皆さんが来れるお礼配信また教えてください、お願いします。そう、さっき涙を拭いてから、そう、サホと電話をしてました。そう、サホと電話をして、そう、チャットメールでも送るね、ありがとう、待ってるね、ハートありがとう、だるまありがとう。ああ緊張する、怖いよ。頑張る、ママが来た、ありがとう、金のだるまありがとう。5月1日ですか。あのね、でもね、前座があるので、前座じゃない、あ、5月1日、ああ、いけるかも。そう、サホね、サホと電話をしてて、大丈夫だよって言ってくれてね、本当に助けられた。大復活です。みんなご心配かけてごめんなさい、本当に切り替えようってなった、配信を切って、切り替えようってなった。モンが来た、ありがとう。そう、切り替えないとねダメだって思ったので、本当に切り替えて笑顔でこの配信は終われるように頑張ります。ありがとう。こんばんは、こんばんは。そう、すごいね、心臓が痛くて。金のだるまありがとう。レインボースターありがとう。しかもね、明日はね前座なのでね、前座にもキラキラ眩しい笑顔でレインボースターありがとう。そう、
そうだよね、何でも前向きなんです。泣きたい時に泣こうって私は思ってるんですけど、やっぱ泣いてたら気分が本当に沈んじゃうので、もう切った後に切り替えやってなった無敵無敵ですよ。なんか髪の毛がねちょっとおかしくて今日でさ、今日さ配信までねお母さんとお父さんが今ね来てくれてて、毎週日曜日泣いてんの、いつでもなんかの配信来てな。そうお母さんとお父さんが今新潟に来てくれてて、で今ねあの前座の前日やから、あのそうお父さんのいびきでなんか、ね、眠れなかったらかわいそうだからって今ホテルにね取って泊まってくれてるんですけど、そうもう本当にお母さんとお父さんにも心配をかけておりまして本当に罪な娘です本当に罪な娘だってなってます。金の誰もありがとう、金のタコありがとう。そうなの、そうそう優しいよね、そう優しいね、優しいの嬉しいね、うん、そうだから切り替えスイッチをオンにして私は元気にして。お姉ちゃんは来ないの、お姉ちゃんはね来てないの、うん来てない、そうなんですよ、うん、やっと間に慣れたもんな、うん、ちょっとだけ席外します、うん全然まだまだ時間はあるのでね、みんな何かやってたら全然そっち優先してもらって大丈夫よ、ありがとね、ハートありがとう、3つのハート、そう来てくれてるんですよ。だから私が本当にね、あのずっと牛タン食べたいっていうのをお母さんとお父さんに言ってたんですけど、牛タンをね今日は連れて行ってくれて嬉しい、牛タン食べてきたんよね今日で、服も買ってもらった、この服、この上の服透けてるやろ、あらセクシー、そう牛タンを連れて行ってもらってめっちゃ美味しかった、いいね、そうよかった、そうだからまたチャットにね牛タンの写真載せるの。あレインボースターありがとう、ごめん先泣いたから喉がガラガラやねそうでもさ、うんかな、今日めっちゃ思ってんけど新潟駅にちょっと行ったんですよ。で新潟駅に牛タン屋さんが、もーちゃんが行くだと僕も幸せな気分になれるんだ、ありがとう。そう新潟駅にさなんか私足を運んでそう足を運ばせていただいたんですけど、なんか牛タンが見当たらへんくって、新潟駅どこ探しても。皆さん見つけました？私だけかな、見つからんかった。え利休、えできてなかった、なかったんの、看板どこ探しても。うん、えできるっていうの私聞いてたから、そうしなんか見たし、それできるみたいな、だけどなくて今日新潟駅行ったらなんか前髪おかしいありがとねレインボースター、嬉しいよ。そうそうそう、あ5月なんや、勘違いしてた。でね今日さお母さんと牛タン食べたいって言ってて、でお母さんとお父さんに牛タン屋さん新潟駅でじゃあ牛タン行こうかって言ったら、なくてどこ探してもえ見間違いかってなった。あどんぶらこありがとう、ありがとう。さっきねめっちゃ面白いんやけど、ナギとねあの連絡を取ってて、あ F 健さんありがとう、金のタコおか、あ金のだるまもありがとう、あ5月29日 ありがとう、あカミングスンってそういえば書いてたわそうそれナギとねさっき連絡を取っててもうナギって本当にねもう面白くてほんまにいい子。うん、なんかそう私がその気分がね落ちてたらナギがね、なんかその私が泣いてたことナギは知らなかったんですけどもうナギの発言が全てねなんか本当に私の中で全てツボで笑かしてくれて、そうありがたかった、ありがとう。金のだるま、金のタコ、みんなありがとう。金のハートありがとう。桃が来たありがとう。こんばんはこんばんは
金のタコありがとう。わーい、待って、盛り上げなんちゃら素数が7333になってた。すごい、めっちゃ大きい数、始めたばっかやのに。ありがとうみんな、ハートありがとう、だるまありがとう。そう、なぎほんまに面白くて、ほんまに元気出た。なぎーって送って、じゃあね、なぎのね、送ってきたね面白いスタンプとか発言とかが、そうほんまに大きくてめっちゃ救われた。そうなぎね、だから最近はなぎとね、すごい元気を、なぎに元気を与えてもらってます。うん、ハートありがとう。金のだるまありがとう。ハートありがとう。何の歌を歌おうかなってさっきまでねずっとね悩んでたんですけど、何の歌を歌おうかなって思いながら、あ、フォローありがとう、嬉しい、ありがとう。こんばんは、こんばんは、関の山。そう、関の山ね、頑張ってください。頑張るね、ありがとう、応援してくれてありがとうございます。ももが来た、ありがとう。ももちゃん、やっほー。ちょっと何、何何、そうなんだよ、あー緊張する。頑張って、頑張る、ありがとう。ももが来た、ありがとう。明日のさ、前座メンバーがね、そう、すごく、明日前座がすごく楽しみなんですよ。だからね、もしね来れない方がいらっしゃっても DMM があるので、はい、よかったら見ててね。ハートありがとう。金の誰もありがとう。ちょっと牛タン食べたいから今から仙台まで行ってくるわ。ふっからすぎん、そんなん。私もやってみたい。今めっちゃ牛タンの口やからさ、仙台行ってくるって。こんばんは、こんばんは。ハートありがとう。どんぶらこありがとうね、来てくれて。もうが来た、ありがとうございます。みんな待ってたよ、もうみんなにほんまに会いたかった、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 いやほんまに会いたかった。あ、今日の劇場ラビ、お、ももかちゃんの写真買ったよ、めっちゃ可愛い写真だった、ありがとう。でもさ、4が反対やったよな。そう、ありがとう、ゲットしてくれてありがとうね、嬉しいよ、大事にしてね。金のだるまありがとう。金のハートありがとう。はじめまして、はじめまして、よかったらフォローよろしくお願いします。フォローしたらいいことあるよ、知らんけど。やっぱり笑顔のももちゃんが好き、ありがとう、本当に心配かけてごめんなさい、すごい反省してます、ごめんなさい。こんばんは、こんばんは。金のだるまありがとう。金のだるまありがとう。最後まで頑張るよ。帽子似合ってる、ありがとう、嬉しい。この帽子大好きなよな、ベレー帽。こんばんは、こんばんは。帽子似合うね、ありがとう。金のだるまありがとうね。そう、ベレー帽大好き。え、ガチ、明日で4月終わりなん。え、めっちゃあっという間やったな、4月。なんかこうめっちゃあっという間やったから、私のさ誕生日も早そう。21歳。21歳になっちゃいます。あとはメガネ、ん、あれ、ん、あ、これ。あ、めっちゃ見える、これにしよう今日は。メガネありがとう、かわいい、ありがとう、ペンライトフリフリ、イエーイ。メガネした、かわいい、ありがとう。こんばんは、ありがとう。もはや真実はいつも一つ。頑張ってね、頑張るね、ありがとう。そう、このメガネどう入ってるで、そうそう、めっちゃ見える、だからここでも見える。わあ、
え、僕の住んでるところも明日で4月の間これって運命ってやつかな。うん、あのね、どこもそうじゃないかな。うん、え、どこもそうかも。めっちゃ可愛い、ありがとう。だてじゃない、めっちゃ胴入ってる、めっちゃではないけど胴入ってる一応。このイベント期間でももちゃん応援したい気持ちが何倍にもなりましたね。ありがとう、本当にごめんね、心配かけちゃって。でも本当に私はファンの皆さんのことが本気の心の底、もうなんか伝わる、伝わってたらいいなって思うんですけど、本当に本当に大好きで、本当に涙が出るくらい好きなんですよ。さっきのあの号泣、あの号泣の涙、本当に涙が出るくらい好きなんですよね、皆さんのことが。伝わってくれてたらいいな。ありがとう。金、え、何これ、守りたい笑顔、何、何ごつ。ハート、ありがとう。金の誰もありがとう。ちょっと待ってね、誰だ、あ、お茶、守りたいこの笑顔、守ってね。ありがとうお茶、ありがとう、守ってね。僕は妻が本当に好きです。なんかごめん、あ、うんうん、そっか、わかった、大切にね、お幸せに。夕方の変なんだけに、でも寒くてごめんね。うん、ありがとうね、嬉しい、掛け軸タワー、ありがとう。私何の号泣する、初めて見た。なんかね、だって私はあの時間は配信は通常なら絶対にしなかったんですよ。だけど本当に最終日だし、絶対に皆さんが今までの積み重ねてきてくださったギフトとかを無駄にはできないし、しかも私も本当に上位を目指してるから絶対にこの配信はするってなったんですけど、やっぱり悔しくて、私のファンの、私のファンのが、私のファンの方のことが大好きすぎて、だからうえーんですよ。うえーんってしなっちゃった。でも本当に大丈夫、もう切り替えて、今は本当に逆立ちとかでんぐり返りとか、なんか鉄棒とか、なんか運転とかジャングルジムとかも何でもできる、ドッジボールとかね、何でもできます。その気持ちで涙くる、嬉しいね、ありがとう。いいことなくても構いませんのでフォローさせていただきますね、ありがとう。絶対いいことあるから毎回来てくれたら嬉しい。ありがとね。それはこちらも一緒で、もかちゃんのことめっちゃ好きだよね、本当に好きなの。本当に好きなの。フォローありがとう。ん、なんだ、推しが僕らやね、ももちゃんが埋めてくれたよね、ありがとう、嬉しい、ありがとうね、そんな嬉しい言葉言ってくれて光栄だ。ハローハロー、お邪魔しました、ありがとう。あ、ありがとう、金のタコ。わ、金のタコ、またまた、ありがとう、金のだるまもありがとう、金の旗ありがとう、千秋楽。暑いね、応援したくなるわ、ありがとう。私本当に暑いんです。暑いんです、メンタル違う、メンタル弱いよ私は。メンタル弱いなって思う。どんぶらこありがとう、金のだるまありがとう、メガネ似合うありがとう。有野さんに今日のこと報告していいっすか。ねえ有野さんびっくりしてますよ、そんな。伝わって、ありがとう。最終枠大喜利は何時からや。そんなんするって言いましたっけ。ママが来てありがとう。あ、金のタコさんありがとう、二人も見守ります、ありがとう、お供します、ありがとう、ママが来てありがとう。なんかそわそわしすぎてトイレが近いな。オーディションの時から注目してるね、ありがとう、嬉しい、ありがとう、大好き、ありがとう。こんばんは、こんばんは。大喜利してくれへんの、私めっちゃ大喜利下手くそやもん。私大喜利したらな、ほんまになんか真冬になったぐらい寒くなる。サザエさん始まった。あ、それ見なあかんな。え、流星さん、流星さんありがとう、雲タワー。
個もありがとう。流星さん2つ、え、あ、2つタワーと、ごめん声が大きかったな、ごめんなさい、隣人さんごめんなさい。ありがとう、金の熊タワー2つありがとう。気をつかちょうどいいやん、ちょうどみんな言うやんそれ同じこと、やだ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 。このじゃあ仮に大喜利を今からしたとします、じゃあ寒すぎてみんなあちょ寒いから退出しますってなったら、私えってなるちょっとひえ一人ぼっち、かまたはそう、ありがとう、金のだるまありがとう、 NGT に入ってくれてありがとう、こちらこそね、本当にいつもありがとね、嬉しいです、そうやって言ってくださって、こんばんはこんばんは、もうじゃあ何がごめんってよかったね、ごめんなさい本当にごめんなさい、もう本当にごめんなさいね、本当にごめんなさい、本当にごめんなさい、本当にごめんなさいの気持ちばっかりです、本当にごめんね、さっきはあんなに心配かけてしまって、皆さんラストファイトだよ、ありがとうグー、ありがとうありがとうねタワこんばんはこんばんは、イベント中なんですね、ギフトねありがとう、金のだるまありがとう、どんぶらこありがとう、ぼっちにはさせないよありがとう、新潟に来てくれてありがとう、こちらこそ私の配信を見てくれてありがとう、こんばんはこんばんは暑いからちょうどいいですねえ、スーダさんおいしいやろ、おいしくない、あありがとう、金のタコ、金のだるまありがとう、こんばんはこんばんは、今日月曜サザエさんやってないやんけ待って誰嘘ついたん、な嘘つくってほんまに最低やで、金のタコありがとう金のだるまありがとう、全コミ読みすぎないありがとう、そういうなんてないやだファイトありがとう、おまちゃんすごく可愛くて安心しました、ごめんなさい、あのさっきはなんか涙がいっぱい面白い女ありがとう、嬉しいありがとうハートありがとうね、こんばんはこんばんは、ありがとう金のタコ、こんばん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 、ハートありがとう、こんばんこんばんは、ハートありがとうね、サザエさんやってるぞなあ、サザエさん、サザエさんどこでやってるん、え、どこでやってるんですかハート、え、やってるんやって、みんなやってるんやって、サザエさんごめんなさい、嘘つきとか言っちゃってごめんなさい、謝ります、正直に謝ります、ごめんねハートありがとう、赤ちゃんうちは持ってこれくれ、ありがとうね、待ってるよ、こんばんはこんばんは、ハートありがとう、こんばんはこんばんは、さやさん見るために早くテレビ買ってほしい、あ、え、あります、結構大きめなテレビがあるんですねありますよ、金の誰もありがとう、視力 1.25 です、うん、ありがとう、はっちゃんやって、みんなはっちゃんでやってるって言ってるけど私の配信ずっと見とってなこんばんはこんばんは、身長156センチ、うん、あ始まった、あそうなんや、なるほどね、そう今日漫画を描いてる方みたいな、そうなの、タダヤさんやってたわ、あごめんなさい謝るね、ハートありがとう、どんぶらこありがとう、ハートありがとう、きなだるもありがとう、さやさんよりももちゃんって、ありがとう、さだやさんよりももちゃんになってありがとう、嬉しいよハートありがとう、視力いいね、俺 0.3 くらいしかない、え 0.3、 え、もともと残りあと1時間だね、うん頑張る、え、もともとって人間って5くらいですか、今日月曜日だって初めてけど本当にやってた、え、いや見ないよあれってさ、え、おそろやん、仲良くしみんな仲良くしな、こんばんこんばんは、 0.1 も全、え、あ5じゃないか、3?1 とかですか、ハートありがとう、うん1かな、え視力何が、え視力最初って、え生まれて一番本当に良くてどれくらいなんですか、それ本当に分からなくて、そうです裸眼で 1? ねえ西川春奈春奈春ちゃんじゃん、
な元気？春な、春な歌唱力頑張ろうね。あ、昔 2.0、 あ、じゃあ 2.0 くらいかな。大好き、頑張れ。ありがとね春な、ありがとう春な、頑張る、ほんまに頑張るね。うん、任して、春菜の分も頑張る。うん、任して、どんぶらこありがとう。視力検査で一番いいのは 2.0。 あ、 2.0 なんや。うーん、なるほどね。ちょっとうるってきた春菜。ちょっとだけうるってきた。ありがとう春菜、来てくれた。あ、うるってきちゃった。そう、私さっきの涙がね、まだね、なんか表に、でも私ダメダメダメ、泣かないんだよ。元気に行くの、元気に行くの、やだやだやだ、泣かないの。うるってきた。ありがとう金のだるま、ありがとう。こんばんは、こんばんは、金のだるま、ありがとう、ハートありがとう。え、ありがとうレインボースター。そう、はるなが来てくれた、ありがとうはるな。ゴールドだるま、ありがとう。待って、何時からだったかな。6時半から歌いますね。ねえ、金のだるまありがとう、みんな。みんなありがとう。なんか私が本当にわがままで申し訳ない、ごめんね、わがままばっかり言っちゃって。本当にいつもこのイベントで好きになりましたね。本当に言ってんの？ね、本当に言ってんの？ありがとね、私も大好きだよ。ありがとう金のだるま、ありがとう金のだるま、ありがとう金のだるま、ありがとう。わがままどんどん言っていいんだよ。あ、優しいな、ほんまに優しいな。本当に私はこのイベント期間みんなにねわがままを言いました。あれ、6時半で言った、7時半、ごめんなさい、7時半です、7時半にからします。金のだるまありがとう、あ、ありがとう、ありが金だるま。ありが金だるま、ありが金だるま、ありが金だるま、金だるま。じゃあこのイベント終わったらみんなでだるまさん、金のだるまさんが転んだでもしましょう。いつする？金のだるまさんが転んだ。うん。ねえ、本当に本当に、なんかこのイベントを通して私は皆様の愛をね感じた。金のだるまさんが転んだ、わらわら、はい、金のだるまさんが転んだでもね、皆さんしようね、絶対に、私強いから。明日受付で金のだるまさんが転んだ、え、金のだるまさんが転んだでもしますか、みんな。しよう。ももちゃん遅くなってごめんね、今日も可愛いよ、ありがとう来てくれて、待ってたよ、ありがとね、本当にみんな来てくれてね。金のだるまさんが転んだ、めっちゃみんな投げてくる、ありがとう。金のだるまさんが転んだ。銀とかあるんかな。あ、イベント終了まであと1時間やってね、本当にね、本当にね、 お手洗い行きたい。超緊張してきた。会場どこですか？ときめせです。受付でやったら間違いなく安藤さん怒られるね、やめようやめよう、私怒るの、怒られたらシュンってなっちゃうから。やめやめよう、やめよう。え、行ってきていい？いいの？ありがとう。
バーバー、ね、な何の話してたん、何の話してたんですか。いってらっしゃい。あ、いやな、言える、ももちゃん好きだ。あ、はるな、ありがとう、嬉しい。少々お待ちください。はるちゃんありがとう。はるなありがとう。金のドルもありがとう。でもちゃん。ねえ、ありがとうみんな。ありがとう。ありがとう。おかえり、おかえりなさい。ただいま。声出して読まないで。いや、読むよ。当たり前じゃん。詰めましたか？あグッドグッドグッド。うん、グッドグッド。ありがとうハートありがとう、ありがとうね、みんな本当に待って、待っていてくれてありがとう。な、見て、私ささっき買ったな、お母さんにさ買ってもらったこのね上着ので、急いで来て、値札つけっぱやねんな、値札つけっぱ、うん、まあ、見えない、見えないから、ありがとう金の誰もいっぱいありがとうそう、タグついてるんです。でも後で切ります、ハサミがなかった。どんぶらこありがとう、家の中でよかったねそう、速攻できた、ほんまにな、こういうのがほんまに欲しくて、そう、薄い、薄くで、もちゃんはいくら前ですか、お金払ってますか、払いましたよ払いましたよ、あ、もう一回名札つけに、名札つけていく、ありがとう、すごく助かります、覚えるね、金のだるま、ありがとう、タグ付きできるのカエリさんもなんですか、嬉しい、カエリさんもって、服買う前にハサミ買った方がええんちゃう、確かにね、どんぶらこありがとうね、緊張してきたね、緊張してきた、いくら値切りましたか、値切ってません、値切ってません、珍しいでしょ、値切ってないの、ちょっと透けとるの、え、そう、なんかね、ほら透けてんの、このね下の T シャツはあの、よくわからないちょっとよくわからないのハートありがとう、止まら、そう、金のだるまありがとう、そう、これかわいいやろ、桃が来た、ありがとう、 T シャツの癖強いねえね、これね、めっちゃ前に買った、おばあちゃんとね地元にいるときに買いました。でもそろそろメガネも変えたくて、うん、金タコありがとう、関西人ねぎって、いや、あのね、ねぎるのは服とかは本当にねぎったことがない、私はなんかね、よくおばあちゃんおばあちゃんね、なんか値切るのはよくなんか家電製品とかので、なんか洗濯機とか買うときになんか値切ってるのをよ見たことがありますね、私。ハートありがとう、おばあちゃん、そうNGT48 ドーン、やだ、油断できないよね、最後まで油断できないよね、最後の5分だっけ、最後の10分やっけ、はあ、そわそわする、ずっとなんか動いちゃう、ありがとう、金のだるまさんが転んだ、なんかね、ネギネギ、あ、でも私あのあれはあれかも、なんかね、車屋さんでね働いてた時はめっちゃ逃げられた、だからあの営業って本当になんか口なんですよ、口
が本当にどん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 、え、なんて言ったらいいんでしょうか、なんて言ったらいいんでしょうか、なんか営業のお仕事をしていたら、なんか最初はなんか言えなかったことがどんどんね言えるんですよ。でも私は本当に本当にダメな子で本当にダメな子で、なんかね、家族、子連れの家族とかね、おじいちゃんおばあちゃんとかがね来たらね、私が上の人に頭下げてました、お願いします握ってあげてくださいって、なんかもうすごい心が痛かった。うん、そう、握らない方もねもちろんいたから、その方はねそのまま売ってたんですけど、そう、なんかおじいちゃんおばあちゃんとかがねそう言われたら、私も本当にダメですって言わないといけないのに、上の人にパー出していって、すいません、あっちの席座ってるおばあちゃんおじいちゃんがちょっと握っててどうにかならないですかっていうのをなんかよく言ってた記憶がある。超懐かしい。こんばんは、こんばんは、ありがとう。そうそうなんですまーちゃんが握ったらただでいいかもほんまにダメな子じゃないんだろうけど、そんな自分で言われてないし、なんかありがとう、ねぎらう人もいる。そう、ねぎらう人はね本当に、あ、これってねぎれませんよねって言われて、まあ、一応聞かれるのは聞かれるんですけど、そうですねって言ったら、あ、じゃあこれでっていう感じの方が多くて、でもそのね家族連れで、なんか最近子供が生まれてとか、だからチャイルドシートを乗せたいからスライドドアがいいんですけど、やっぱり予算がちょっと低めで本当にちょっとギリギリでとか言ったら、そうですよね、そうですよね、うん、そうですよね、待っててくださいねとか言って頑張ってきますとか言ってパーッと走り回って、すいませんとか言って、これねぎれないですかって言ったら、ねぎれないな、え、ちょっとでもですか、うん、とか言って、売ってる車全部買う、ほんまに買ってくれるんですか、ほんまに、ありがとう金のだるま、それなら次ね、まもなく終了になってます、え、まもなく終了なんですか、え、え、時間間違ってないよな私、怖い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 、いやいやで、なんか急に終了ってなったの、金のだるまありがとう間違ってない、ありがとう確認してくれて、そうなんですね、なんかすごいソワソワしちゃう、ソワソワしちゃう、大丈夫、ありがとう、優しいね、うん初めてのイベントやからさ、こんなんなんやってなってる。金のだるまありがとう、金のタコありがとう、見て今日三つ編みしたらさ内側に入ってくれんだ、ピョンってなるねうん、はあ、そわそわします、金のだるまありがとう。30分から、あ、25分にしよう、25分からにしよう、ご飯食べながら見るね、何のご飯食べてんの、うん、全然ゆっくり見てね、癒されるなっていう感じで、もう優しい目で見てくださってたら私は何でも嬉しいです。金のだるまありがとうこんばんは、こんばんは、金のだるまありがとう、ドゥルッドッドッ、桃が来たありがとうどんぶらこありがとうのだるまありがとう、いいよみんな順位気にしなくていいよ、今の順位は本当になんか最後らしいから、最後にね本当に55分がっていうのを聞いた、さっき誰から聞いたっけ、同期から聞いたので本当に大丈夫だよ、ありがとうねみんな、
金の誰もありがとう。トンカツ食べたかった。ここ頑張る頑張る。配信楽しむ楽しむ。ありがとう。ね、総選挙ね、もっとすごそう。こんなに痛くてもね、本当にね、油断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 禁禁没禁物。最後の5分、やっぱ最後の5分なんですね。そうなんや。初イベントなので私本当に、うん、ねえねえ、怖い怖い怖いよ怖いよ、震えちゃう、足が震えてる今。落ち着け落ち着け、大丈夫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 。ハートありがとう。こんばんはこんばんは。あ、油断禁物って言うんですね。禁物やと思ってた。教えてくれてありがとう。ジンより頑張る努力、そう頑張る努力ですよ、本当にその通り。フリーズしないかは心配。フリーズ、あ、重たくなるってこと。え、怖怖怖怖、ちょっと充電しとこう。他のグループで1位にいた人が5分で弱いんやつだしってねえ、ねえ、ちょっとねえ、初イベントですごいありがとう。嘘教えてました。全然ありがとうね、フォローありがとう、嬉しい、ありがとうね、フォローしてくれて。でもあれか、 あれかじゃない。レインボースターありがとう、お供しますありがとう。金のドラマありがとう。レインボースターありがとうね、みんな。金のドラマありがとう。金のだるまありがとう。金のだるまありがとう。ハートありがとう。なになになに、オーディション最後で経験、オーディションの最後で経験してるんですけど、なんやろなんやろ、なんか違うくて、全然なんかオーディション、なんて言ったらいいんですか。まだオーディションの時はさ、まだ審査があって、絶対なんか3位以内に入ったら合格するとかじゃなかったから、うん、なんかね、なんかちょっと違うくてハラハラしてます。ももちゃんは歌唱力決定戦の課題曲決まった、決まったんですけど、多分まだ発表されてないから、多分まだシークレットですね。楽しみにしててね。金のだるまありがとう。金鉄ガラダ3文字シールでしょ、やったー、リンゴ初イベントすごいよ、ありがとう。ドキドキ、そう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 ね、こんばんはこんばんは。から気にしないで、このルームを最後まで始めちゃう、楽しもうねみんな。このねイベントが終わっても私はあの金のだるま女王に私はなる。だから本当にいつでも遊びに来てねみんな。金のだるまありがとう。金のタコさんありがとう。コンサートの緊張ちょっと違うかな、多分まだ歌ダメだ、そう多分まだだから楽しみにしててね。こんばんはこんばんは、どうも。ももちゃんかわいい、センキュー、ウェルカムウェルカム。仲間はフレンドウェルカム、え合ってるかな、ベストフレンドウェルカム。ありがとう。金のだるまありがとう。金のタコさんありがとう。ねえ、和弘さんがありがとう。ちょっと待ってね。こんばんはこんばんは、ママが来た、ありがとう。まあ結果どうも参加することに、でも経験ですね、ありがとう。金のだるま女王になる、なる。ねえ和弘さんありがとう。ねえありがとう、ねえありがとう、ありがとう、ありがとうしか言えない、そうそうする。和弘さんありがとう。金の熊タワーいっぱい、何個、1234567891010。ねえありがとう和弘さん、和弘さん金の熊タワー、和弘さん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 、金の熊タワーありがとう。最後まで頑張りますね。
よろしくお願いします。前回のオーディションがずっと応援してます。ありがとうね。嬉しい。こんばんは、こんばんは。すごいすごい。うんね、本当にありがとうございます。こんばんは。頑張ってください。頑張る。でも本当に諦めたくない。悔し涙を流した分嬉し涙を流したい。金のだるまいっぱいありがとう。そうだね。そうだよね。そうだよね。そうだよね。お団子？あ、つめつめってこと？確かにね。金のだるまさんありがとうね。桃が来た、ありがとう。わ、レインボースターありがとう。頑張れ、エミは逃げない。そう、本当にそう。エミは逃げないって入ってないんですかね、カラオケで。あ、入ってないんや。入ってないみたい。金のだるまありがとう。レインボースターありがとう。え、何、ももちゃんを笑顔になる魔法かけたい。え、もうかかってるんやけど。ほんまにありがとね。ほんまに魔法かかってる。なんかさっきのね、涙が嘘のよ。ありがとう、かかってるよ。頑張るね、ありがとう。魔法が来た。入ってると思った。入って、そう、入ってなかった。今見たら入ってへんの。歌いたかった。でも私なんか今思ったら NNB さんのねオーディションも受けてた時にね、夢逃げを歌いたかったんですけど、歌えなくてアカペラで歌った記憶がすごいある。でガシャーンって崩した。そう、夢逃げありがとう、だるまさん。ねえねえ、いい曲よな、ほんまに。あ、ありがとう、ペンライト。ももちゃんの笑顔が一番ね。ありがとう。私笑顔すごい、前まで入るまでコンプレックスだったんですけど、ほんまに今本当にか、ほんまにで迷ったんですけど、ほんまに笑顔が好きになった。だから笑えるようになった、カメラの前でニコーってね。ニコーっていうハート、ありがとう。カーペラなんですかそれ、アカペラ。なんですか。だるまありがとう。こんばんは、こんばんは。だるまありがとう。じゃあ姉さんの頑張れ、頑張れ。わあ、流星さん、金の熊タワーありがとう。最後まで頑張るね、ありがとう、ありがとうね。待って、10、あ、じゃあ覚えとこ、書いとこ、スクショね。スクショしてたらね、なんか最近止まっちゃうことがあるのでメモに書いとこ。和弘さん、まあだるまありがとう。ももちゃんの笑顔好きだよね、ありがとう。筋トレしてる、ご飯何食べたりですか。筋トレしてきたんやったらプロテインと、うーんとお肉かな。タンパク質をいっぱい取りましょう。僕の娘はももちゃん。ももちゃん、漢字違うけど嬉しい。ももちゃん、ももちゃん、ももちゃん見てる。前回で笑わなければ、前回で笑ったらあかんの。金のタコさんありがとうね。金のだるまありがとう。どんぶらこありがとう。ももちゃんの笑顔が一番一番の人。ありがとう。メモは大事、ありがとうね。ねえ、ほんとにそうそうしてきた、そうそうしてきた。どんぶらこありがとう。ハートありがとう。鳥の、あ、そう、確かにささみ、ささみいいって聞く。そうそうそう、ささみいいって聞くので、ささみを食べてよ、食べよう。わ、2位、ありがとう、嬉しい。2位、怖いよ、ありがとう。みんなただいま、2位。ただいま、待っててくれた2位。はあ、どうなってるの今、今どうなってるの。
変動がすごいよね。今どうなってるの？ねえ、どうなってるの？ねえ、本当に怖い怖い怖い。はあ、金のだるま、ありがとう、ありがとう、レインボースター。金のだ、え、怖いばっかり言っちゃダメだよね。怖くないよ、全然無敵です。日本に行くときはまだ新潟に、うん、新潟に行ったこともないので、将来ももちゃんのパフォーマンス見に行こうと思います。ありがとう、待ってるね、待ってます、ありがとう。はあ、さて25分になったらお歌を歌いますね。え、何歌を、何歌ってほしいですか？やっぱ NGT だよね。 STU さん NGT。 うん、トトト、トトトですか？海を眺めてほしい。そうだよね、今ね、お父さんからメッセージが来た。確かに本当にそう、来てくださってるだけでね、ありがたいよ。みんなごめんね、みんな圧かけちゃって。でも緊張する。金のだるま、ありがとう。じゃあ、あ、 NGT、 やっぱそうよね、 NGT ね、曲をね歌いたい。そうよね。でもね、このねイベント期間でね、 STU さんのねファンもねすごい、うん、来てくださったので、一曲はね、初めの一曲はじゃあ STU さん歌って、その後は全部 NGT48 で終わりましょう。楽しく終わりましょうか。うん、それがね一番いいよ。頑張ってください。頑張るね、ありがとうね。私のお箱、 STU さんはあるんです。ワン、はあ、息が、私は本当にこの曲で何度も何度も救われたので、あー、ちょっと待って、ちょっと待って、カラオケさん、一回一曲歌って、なんかね、さっきまで充電してたのに充電の減りがすごい早くてね。あるな、ありがとう。え、固まってる、大丈夫かな。そう、充電の減りがすごい早い。なんでだ、動いてる？ありがとう。あ、ごめん、よかったらじゃあ更新よろしくお願いします。もしかしたら遅れちゃってるかも。ごめん、やっぱ30分にしますね。カラオケなんか最後は本当にマックスで私は締めたくて。ふぅ、わぁ、頑張る。今ね 43%、 これ絶対充電の減り早いよなと思った、それを見て。いやー、ねえ、さっきまで充電してたのに、なんで。音もします。いや、そうね、たぬき吸いました。金のだるま、ありがとう。大丈夫かな、でもほんまに私の携帯減りが早いよな。じゃあ歌うか。吸った吸った吸った。今
今吸ったで。じゃあ、人間関係得意な方じゃなくて、一人きりが一番楽だと思ってた。誰もいない湯の浜辺も僕は寂しくなかった。街の中にどんな人がいたって、喧騒が溢れてたとしても、語りかける誰かがいなきゃ孤独を感じ
手を交わせば誰にも見えてくるよ。ありがとう。涙が自然と涙が出てきた。ありがとう。よしね、今のあ、まだまだね、ありそう。あー、本当にいい曲ですね。では続いて NGT の曲をね、歌っていきます。わ、これ初めて歌うかも。お願いします。歌います。今ここでかかとを鳴らせ、信じる者の雄たけびだ。高らかにかかとを鳴らせ、平等な世界の予感を響かせろ。おお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 
時の涙は何だったんだ本当に。優勝ありがとう。諦めないよ、大丈夫、私は諦めない大丈夫、諦めないから。みんないっぱいレインボースターありがとう優勝ありがとう。ふう、こんばんは、こんばんは。あ、やば、あと20分とかやばいねえ、緊張する。じゃあ私がオーディションで歌った曲を、オーディションで歌った曲を聴いてください。
今いねえ流星さんもありがとう。ね、待って待って待って、まだ5分前じゃないのにありがとう。ああねえちょっと待って、一旦えっとしよ、45分になった、めっちゃ動揺してる。ねえありがとう、ねえありがとう、ありがとう、ね本当に頑張ろうね。ありがとう、まだ泣かない、落ち着きます、落ち着いて、ありがとう、落ち着け。ねえありがとう、ねえ、ねえ、どうしよう、どんぶらこありがとう、金のだるまありがとう、あと15分、あと15分だ、頑張る、あと15分頑張る、 あと15分、落ち着く、ごめんね。ねえ、ね、息が緊張してきたよ。ねえみんないっぱいありがとう、金のだるま、金のだるま本当ありがとうね、ありがとうみんな、心臓が痛いよ。心臓が痛いよ。こんばんは、こんばんは、ありがとうね来てくれて。あ、頑張ろう、頑張りますね、もっともっと頑張るよ。45分になったら歌うからちょっと待ってね。え、でも待って、マックスが何分、何分の曲、あれれれれ、息を吸って、息を吸わないとね、ダメだよももちゃん。ありがとう金のタコさん、金のだるまもいっぱいありがとう。5分そっか、じゃあ4分、じゃあ53 50 54分から歌いたいな。フォローありがとう、ありがとう、ねえみんな本当にありがとう、ね本当にありがとう、私本当に NGT に入ってよかった、ありがとうみんな。歌うね、歌う、私歌う、なんかさ、さっき泣いたせいか知らんけどさ、喉がすごい、だからね、ちょっと待ってて、みんなありがとう、みんなありがとう、本当に愛だ愛だ愛だ、落ち着く、うん落ち着いてる、ありがとう、落ち着いてる、水分が、ねえありがとう、よしじゃあこれを歌おう。
風が止んでしまった日はなぜか走りたくなるんだ。僕がどこかへ走らなきゃ地球が回らなくなるよ。校舎の窓に反射した空の雲は止まってる。自分の方が動かなきゃ欲しいものは手に入らない。君はずっと変わらないまま。クラスメイトの一人で仲は良くなんてないけどそんなに親しいわけでもない。誰にも相談できずに遠くから思ってるのに一年過ぎても全然僕たちの距離は埋まらない。何か聞こえないか恋の足音だ。 Oh yeah, oh yeah。 春はどこから来るのだろう。だってね不思議じゃないか。木枯らしに凍えてたのにある日突然気づくんだ。通学路の桜の木がいくつか芽吹いていることに。そういう感じでやってこないかな僕たちの春。ありがとう。誰も風はやがて吹き始めて何かを物にしたのに心の団地のベランダで地球は回っているから季節はまた巡るだろう。君を何度も好きになって何度も切なくなるんだ。言葉にしないよ胸にしまっておく。僕が連れてこようか遅すぎる春。制服の肩に桜の花びらが乗っていたんだ。指でつまみ君にあげた。春がどこからやってくるかついに結果なんていつだって覚えていないし少しずつ惹かれてく途中ちゃんと見ていたかったのに。見上げた桜はいつも満開だよ。気づいたら恋できるなら知っておきたいよ。何にも気づかないなんてもったいないかもしれないし待ってね。マックスちょっと待ってね。マックスだね。私53分ぐらいになった。ありがとうみんな聞いてくれて。みんな金のだるまいっぱいありがとうね。本当にありがとう。さっき新潟のあおちゃんさんが金の熊タワーありがとう。ありがとうね。本当にありがとう。汗すごい。頑張ろう頑張ろうね。
もうちょっとだ頑張ろうね、最後まで笑顔で。私は頑張るよ。レインボースターありがとう、レインボースターありがとうそれでは歌います。最後の曲になります。みんな盛り上がる準備できてますか？じゃあ最後になっちゃうんですけど、待って、充電、あ、いい感じいい感じだ。最後の曲になっちゃうんだけど、本当に皆さんこの1週間本当に本当に本当にもう本当にって言葉がなくなるくらいありがとうございました。じゃあ歌いますね。え、終了するまで歌い続けて。じゃあ待って、55分とかの方がいいのかな。54分にしよう。じゃあはい、本当にありがとうございました。最後まで本当に私は諦めずに最後までもっともっと頑張るね。心臓がすごいドクドクしてて、でも初めてのイベントでここまで本当に来れて、素敵な夢を見させてくれて皆さんありがとうございました。本当に本当に言いまくってるんですけど、はい、最後まで油断せずに歌い切ります。それでは聞いてください。待って、水分補給だけさせてが震える。それでは皆さん聞いてください。マックス時315号。
ージは新しい夢を出す。苦しいことも悲しいことも喜びに変え笑顔になれる。いつだって明日が来る。ありがとう、本当にみんなありがとう。頑張る、最後までありがとう、フォローありがとう。ありがとうみんな、祈るしかないよね。あと30秒、どうなの、どうなるの、どうなるの。頑張る、頑張ろうね、頑張る。ありがとう、頑張った。みんなありがとう、本当に嬉しかったです。みんなありがとうございました。本当に終わった、終わったかな、終わった、終わった。ありがとう、うん。ではどうなってやるのこれ。お疲れ様、どうなったんでしょうか。わすごい、みんな私も楽しかったよ、終わった、うん、みんなもう投げなくていい、本当に投げなくていい。お疲れ様、お疲れ様。ねえみんな本当に本当にありがとう。頑張った。あ、そうする、違った。みんなありがとう。なにこれ、ないよ。みんな本当にありがとうございました。なんかね、最後に言わせていただくんですけど、本当に本当に、いや泣かないです私は。明日嬉し泣きができるように、まず本
当にね、私はもうなんやろう、うん、このショールームを始めてから本当に、うん、うん、なんて言ったらいいんですかね、ショールームを始めてから本当にね自信がつくようになって、私の。でもその分なんか私が見たくないようなコメントとかもあったんですけど、そのコメントもみんなが気づかないように早くコメントを打ってくれたりとか、本当になんかね、うん、なんでしょう、みんなが泣かないよ多分みんなは私が気づかないようにってやってくれたし、多分本当にね優しさが本当にすごくて、私のファンの皆さんは。なのでこうして一緒にあのなんていうんですか、私の夢を一緒に皆さんと協力でして、こうやってできてよかったなって私は本当にすごく思います。気づかなかったいやあれは気づくよ、絶対気づいてたはず。そう、かわいい、ありがとう。そうなの、だからね本当に私はほんとに感謝をしています。結果が本当に順位がね、もし今は3位ってなってるんですけど、どうなるかわからないじゃないですか、そんなの。だからうんだからね本当に感謝を本当に私はしておりまして、ありがとう暫定3位。そうでもね、そうやって喜んでてももしかしたら4位にポンってなっちゃう可能性もねあるからさ。そう、今は本当に私は感謝の気持ちを皆様に伝えたくて、うん、本当にみんなのことが涙が出るくらい本当に大好きで本当に大好きで、うん、明日はね前座があるんですけど、そうでも本当に私負けず嫌いなので、負けたくない、悔しいっていう感情がこの1週間ですごいたくさんあって、でもそれをねみんな、そうだよね、暫定はまだ分からんよね、うん、油断しないように。そうだから私は何でしょうね、うん、でも本当に NGT48 に入ってよかったなってこの1週間を通してさらに思いました。本当に今日私は泣きまくった時は私自身情緒がおかしくてだから私はね情緒がおかしくて自分自身どうなっちゃうのかなって思いました、正直ね、正直思っちゃって泣いてる時に、うん、なんですけど本当にね今こうして笑顔でね終わってるじゃないですか。だから本当に最初に言ってたように笑顔で終われて本当に良かったなって思います。本当にありがとうございました。そうで、お礼配信がねまたあるので、明日は全然からできるか分からなくて、お礼配信がね多分5月の1か2ぐらいになっちゃうと思うんですけど、うん、そうあるので絶対に皆さん来てください、今見てくださってる方本当にねありがとうございました、みんな。でも本当にもっともっと頑張ろうって思います。ありがとう、夜ね、了解。じゃあ一日オッケーオッケー一日私ができたらね、またじゃあそれもプロフィールに書いておきますね。本当にありがとうございました、この1週間本当にありがとうございました。もう本当に枯れるぐらいね涙が出ちゃったんですけどなんか
正直な話言っていいですか。本当に苦しかったです。本当に苦しかった。本当にみんなに無理、みんなが無理してないかなとか、本当に正直な話めっちゃ苦しくて、うん、そう本当に苦しかったんだけど、でも今ねこうしてね笑顔で笑えたことは本当にやってよかったなって思います、うん、そう夕方はやらなきゃよかったのかなってマイナスのことをねパッて言ってしまったんですけど、やってよかったです。これはね今の私だから、その夕方の私は多分私じゃなくて違う私だったんですよだから本当にやってよかったなって思ったし、そうなんだよでもねそう苦しい思いもこうして皆さんにね、なんか初めて多分皆さんにこうやって配信でこんなことがあってこういうことで苦しんでます、悲しいです、悔しいですっていうことを初めて皆さんに私の正直なことを伝えれたから本当に良かったなって思ってます。あどんどこ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 、本当にやって良かったって思ってますどんどこどんどこ、そう初めて私の素を出しました。なんかあんなに号泣してみんなに心配をさせてしまったことはすごい申し訳ないんですけど、でもあそこで逆に皆さんにも私の気持ちを伝えれてよかったなって思ったし、どんどこどんどこ、うん、でも本当にね伝え方にはね本当に気をつけないといけないんですけど、なんか私の本音を話せてよかったなってすごい今思ってます。うん、すごい幸せな1週間でした。苦しいこと悲しいこと辛いことあったけど、本当になんか初めてね自分をさらけ出せて本当に幸せでした。ありがとう、すでに接してくれてありがとう、こちらこそ本当にありがとう、この配信で癒されました、ありがとう、こちらこそありがとうございましたね。これってみんなって今配信してるんですか、私だけね、誰か教えて。どんぶらこさんお疲れ様でした。でも私配信切りたくないなあ、してるんや、よかったよかった、私だけかと思った、よかったです、わーありがとう、楽しかった、よく頑張ったね、ありがとう、あーなんか楽しい話でもしましょう、今楽しい話なんですけどうん、すごいなんかアドレナリンが急に出ましたね。中学生以外みんな、あそうかそうか、最後一人喋ったらおもろい私本当に独り言が多いからね、頑張ったよ、ありがとう、頑張った、ありがとう、ありがとうございました、いっぱい笑顔が見えてよかった、本当に笑顔になれた、ありがとう。何か歌ってちゃ任して、何か聞きたいんだみんなは何か聞きたいんだ、言ってみな。4期生は公演がありますか、久しぶりに公演見に行ってみようかな。4期生はねまだね公演がないんです公演がないんです、ごめんね。渡り鳥、了解。心に太陽歌いたいんやけどさ、心に太陽入ってないねんな。オッケー、歌いますね。あら、
進もうとしている。
待って、テロップ変えたいので一瞬一瞬、あ待って、違う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 、待ってテロップテロップテロップをね、フォロー、ありがとう、ありがとう、最後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 にしようかな、喉が痛くなってきちゃった、明日も前座があるしね。うん、頑張る、明日の公演も頑張るぞー、ありがとう。そう、前座がねあるからね、そうなのよ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 、じゃあ最後の歌にしますね。あれ待って、カラオケモードなってない、なってる、あれテロップ変えたからなんかおかしくなってる、終わるので本当に罰です。
ミラーボール送ったの誰？ありがとう。ありがとうございます。ね、ミラーボールありがとうね。ミラーボール送ったの誰？ね、でも嬉しかった。ありがとう。ありがとうございました皆様。本日も1週間ごめんなさいって。ありがとね。でも嬉しかったよ。ありがとね。全然責めないよ。ありがとう。はい、皆さん最後まで聞いていただいてありがとうございました。でも本当に私多分みんなの顔が見たくてね、本当にずっと、あ、そうだ、またね、明日からね、私は毎日配信していくので、あの金のだるまの旅に出るので、皆さんよろしければまたこちらの配信で何かね、辛いこととかあったらいつでも私のルームに来てくださいね。辛くなくても来てください。はい、では皆さんありがとうございました。はい、金のだるまの旅に出かけてね、はい、金のだるま女王にでもなってやろうかと思いますので、皆さんね、よろしくお願いします。はい、では明日も前座頑張りますね。では壇上を読みたいと思います。じゃあ今日の壇上は何位から5位以内から、あ、分かった。じゃあみんな壇上に乗ってる方々コメント書いてきて、今から。何でもいい、別に書かなくてもいいよ。そうだから私は33分まで待つので書いてきて、みんなの壇上に乗ってくださった方のコメントを読みます。イベントお疲れ様、ありがとう。コメント求むです。はい、なんかね、本当にすごく楽しかったので、ももちゃん優しい、ありがとう。でもさ、今日さ、なんかね、そのこういうギフト、金のギフトをこのタワー投げてくださった方がね、今ね、どれだけ探してもな、更新されてて見えなくなっちゃってて、そうだから、知ってる方いますか、自己タワーとか。でもね、もしかしていないかもしれない。どうしたらいいんですかね。お腹減っちゃった。こんばんは、ありがとう。こんばんは、もう終わっちゃうんだ。ありがとう。うん。どうやって見るんだ。どうね、なんかね、本当に更新されちゃってて、本当にね、見えなくて、昔っていうか、さっきの結果出ないと今は見れない。なるほどね。じゃあイベントページが出てから壇上見てね、旗のところ、イベントでも見れへんのよな。わわわ、違う、ひのさんに聞こう。明日ひのさんいるかな。ワン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 。じゃあ33分になったら送るねじゃない、間違えた。どういうこと、送るねって。壇上を読みますね。書きましたか。貢献者ランキングっていうのがね、そうなくて読めないんですよ。現在参加中のイベントありませんになっちゃってるんだよね。そうだから、そうで、見れへん。じゃあまた明日に、あ、そういうこと。じゃあ今日のランキングは一旦今日のランキングでいい。またお礼配信するから、そうするな。
取れた一応。え、貢献50位ぐらいから見ればいいんですかね。え、え、な、な、なん、なんの画像これ。え、ねえ、これな、何を撮ってるんですか。もう一回やり直しなんか意味わかんない、私の顔面撮ってたドアップで何をしてんのこれ、私ってな、何してんの本当。びっくりしちゃった今。これ取らんとさ、言っていったらいいんか。じゃあ100位から読んでいきたいと思います。私の顔が見えない状態なんですけど、配信は続いてると思うので100位、100位やって100位から読んでいきたいと思います。第100位きよ兄さんありがとうございます。99位春巻ちゃんさんありがとうございます。あ、お腹鳴った。98位ルレクチェさんありがとうございます。続いて97位さとみさんありがとうございます。96位シュービズさんありがとうございます。95位ヨコポンさんありがとうございます。94位ヒロニーさんありがとうございます。93位シロと雪の国さんありがとうございます。92位ハルちゃんさんありがとうございます。91位ピーメガネさんありがとうございます。90位リベロさんありがとうございます。90位、あれ、89位マユさんありがとうございます。88位いい湯だなさんありがとうございます。87位第71さんありがとうございます。86位七色のインコさんありがとうございます。85位サミットさんありがとうございます。84位パラパラさんありがとうございます。83位みおちゃんさんありがとうございます。82位妖精さんありがとうございます。81位ホリさんありがとうございます。80位オカムーさんありがとうございます。79位ど根性ガエルさんありがとうございます。78位高尾ゴンヤンさんありがとうございます。77位マックスさんありがとうございます。76位ももじさんありがとうございます。75位ドンテンさんありがとうございます。74位マスボンさんありがとうございます。73位ヒデオさんありがとうございます。72位みずきさんありがとうございます。71位ヒデニャンさんありがとうございます。70位アルファさんありがとうございます。69位コシヒカリさんありがとうございます。68位ギリタンシオさんありがとうございます。67位金沢さんありがとうございます。66位ヨシイさんありがとうございます。65位おゆさんありがとうございます。64位ジュンジーさんありがとうございます。63位とどまるさんありがとうございます。62位令和の土方さんありがとうございます。60位イージスさんありがとうございます。60位タケポンさんありがとうございます。59位カツさんありがとうございます。58位ダイミーさんありがとうございます。57位しんちゃんさんありがとうございます。56位 MK さんありがとうございます。55位ヒューガヒャンさんありがとうございます。54位 D 山さんありがとうございます。53位メープルナオくんさんありがとうございます。52位 P さんありがとうございます。51位イチタさんありがとうございます。50位イッサさんありがとうございます。49位RARC さんありがとうございます。48位デラペンペンさんありがとうございます。47位キュウリアさんありがとうございます。46位タケルンさんありがとうございます。45位大将さんありがとうございます。44位トッシーさんありがとうございます。43位ナカさんありがとうございます。42位カズさんありがとうございます。41位マーさんありがとうございます。40位森竹さんありがとうございます。39位ゆりくパパさんありがとうございます。38位グリーンティーさんありがとうございます。37位名古屋の武士さんありがとうございます。36位尾道さんありがとうございます。35位鈴人さんありがとうございます。34位スーさんさんありがとうございます。33位のぶさんさんありがとうございます。32位ケイトシさんありがとうございます。31位広島っ子パセリさんありがとうございます。30位あきひろさんありがとうございます。29位浜地さんありがとうございます28位川もFさんありがとうございます。27位ゆきさんありがとうございます。
26位ふわふわさん、ありがとうございます。25位新潟のあおちゃんさん、ありがとうございます。24位福吉さん、ありがとうございます。23位そらいさん、ありがとうございます。22位マリーハルさん、ありがとうございます。21位星星さん、ありがとうございます。20位石渡さん、ありがとうございます。19位タムムさん、ありがとうございます。18位カツオさん、ありがとうございます。17位直行さん、ありがとうございます。ごめんなさい、鼻をちょっとブブブってやってて、ごめんなさい。17位直行さん、ありがとうございます。16位ユージーさん、ありがとうございます。15位哲也さん、ありがとうございます。14位 F ケンさん、ありがとうございます。13位つよさん、ありがとうございます。12位まみまみさん、ありがとうございます。11位たくぞうさん、ありがとうございます。10位お茶さん、ありがとうございます。9位よしーゾンビさん、ありがとうございます。8位ぴょんぴょこぴょんさん、ありがとうございます。7位コムタンさん、ありがとうございます。6位トットさん、ありがとうございます。5位のりさん、ありがとうございます。4位流星さん、ありがとうございます。3位みーさん、ありがとうございます。2位がお金持ち先生さん、ありがとうございます。そして第1位が近藤和弘さん、あと奥村さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。皆さん本当にこれ配信できてました？あ、できてた。あと壇上も読みますね。はい、壇上皆さんコメント書けたかな。はい、本当にね、100位以外の方もね、本当に見に来てくださってありがとうございました。じゃあ今壇上にね上がってくださってる方一人一人コメント返しをねパッて私打っていきたいと思います。本当にご苦労様、ありがとうございました。では壇上読みをしていきたいと思います。はい、本日の13位お茶さん、ありがとうございます。お疲れ様、頑張ったね。ありがとうお茶さん、嬉しかった、来てくださってすごく心強かったです。また会いに来てね、ありがとうね。次第12位星星さん、ありがとうございます。星星さん、ごめん、何にも書いてなかったけど、星星さん本当に来ていただいてありがとうございました。また待ってるね、劇場で、ありがとうね。次第11位哲也さん、ありがとうございます。あ、哲也さんも書いてないじゃん。哲也さん、でも名前が奥村さんちの桃になってるってことに気づきました。哲也さん、ありがとうね、また来てね、待ってるよ。続いて第10位拓蔵さん、ありがとうございます。ありがとうね、拓蔵さんも、拓蔵さんもまた会いに来てね、ありがとうね。続いて第9位 F 県さん、ありがとうございました。お疲れ様でした。ももちゃん伝説はまだスタートしたばかり、ここから始まる。そうですね、ももちゃん伝説はここから始まっていくので、皆さん、私はね38歳ぐらいまではやめるつもりがないのでね、優しく見守ってアイドルを何も右も左もわからないももちゃんなので育ててくださると嬉しいです。ありがとうございました。8位まみまみさん、ありがとうございます。まみまみ、ありがとう。まみまみもまた待ってるね、ありがとね、嬉しい、ありがとね。8位、続いて第7位ヨッシーゾンビさん、ありがとうございます。お疲れ様でした。ファンの皆さんのケツ結束助けて、これ何結束ね、ありがとう。結束を感じた期間でしたね、ありがとう。本当にそうなんだよね。また絶対苦手くね、楽しみにしていますね、ありがとう。本当に嬉しかった。STU さんの曲歌えてよかったです。あ、結束、ごめんなさい、結束でした、ごめんね。ゾンビさん、ありがとう。ヨッシーゾンビさん、ありがとうね。続いて第6位コムタンさん、ありがとうございます。1週間ありがとう、みんなに戦えてよかったね。コムタン、ありがとうね、本当に私も戦えてよかったです。またね、こんなイベントがあったらみんなでエイエイをしようね、ありがとうございました。続いて第5位流星さん、よくやりきったね。また言いたいことはモバメ送るね、本当にお疲れ様。流星さん、ありがとうね、またモバメ待ってるね、ありがとう、本当にありがとう。ごめん、また鼻かいちゃった、ごめんなさい。本当にありがとうね、また待ってるよ、ありがとう、嬉しい。
もうべ待ってるよ。そして第4位、みーさん、ありがとうございます。ショールームイベントお疲れ様でした。とりあえず休んでね。ねえ、ありがとう、本当嬉しい。でも前座があるから私は本当に今からお風呂に入って寝て、明日の前座もっともっと。そして第3位、トットさん、ありがとうございます。1週間本当にお疲れ様でした。ありがとう、嬉しい、ありがとうね。1週間乗り越えれたのは本当に皆さんがいるからです。ありがとうね、見守ってくれて。そして第2位、お金持ち先生さん、 STA さんのコンサート行きました。今度一緒に行く、すごいのんきだ。あれすごいのんきだ。うん、行く、うん、行きます。うん、じゃあお願いします。はい、ありがとうございました。続いて第1位が近藤和弘さんです。あー、和弘さん、ももちゃん、ありがとうね。私こそ本当にありがとうございました。なんか本当にたくさんね応援してくださったおかげで私も諦めずにここまで頑張ることができました。本当に1週間ありがとうね。これそしてこれからもよろしくお願いします。はい、ということで皆さん長くなっちゃいましたけど、本当に1週間ありがとうございました。本当に楽しい1週間でした。いろんな思いもありましたけど、そんな思いもみんながいたから乗り越えることができました。本当に皆さんのことが大好きです。これ終わったらチャットとメールと送るから待っててね。お疲れ様、ありがとう、ありがとう、お疲れ様でした、お疲れ様でした。じゃあね、本当にみんな、また明日ね、また明日会おうね。ここで私はだるまさんが転んだ女王になるためにまた明日ここに来るから。また明日会おうね。みんなもゆっくり休んでね。おやすみ。本当にありがとう。大好きだよ。本当に大好き。分かってる？逆切れ。本当に好きなの。分かってる？本当に好きなんだけど、気持ちは伝わってるかな？本当に好きなんだよ。本当に好きなの。はい。ということで、みんなバイバイ。またね。明日ね。おやすみ。いい夢見てね。